中華風鶏そばお願いします。昔のそのまた昔、メガネの先生に言いました。昔のそのまた昔、メガネの先生に言いました。卵が先だ、卵が先だ、卵、あそれを聞いてた気難しいやの、おひげの先生言いました。それを聞いてた気難しいやの、おひげの先生言いました。鶏が先だ、鶏が先だ、鶏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 、卵の好きな子供は卵先生に味方する。鶏の好きな子供は鶏先生に味方する。卵が先だ、鶏が先だ、卵、鶏、卵、鶏、あー卵と鶏どちらが先か、誰に聞いたらわかるだろう。卵と鶏どちらが先か、誰に聞いたらわかるだろう。鶏が先だ、卵が先だ、卵、鶏、鶏、卵、卵、鶏、鶏、卵、卵、鶏、鶏、卵、卵、あー卵と鶏どちらが先か、誰に聞いたらわかるだろう。卵と鶏どちらが先か。